こんにちは、みなせんしゅうです。このチャンネルでは、火山アクセが地球写真情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地学ニュースですね。なんとですね、皆さん。フォッサーマグナで原油の噴出が始まっていたという、とんでもない情報が入ってまいりました。今日の動画では、フォッサーマグナとは一体何なのかということと、なぜ原油が噴出したのかについて、詳しくお話しさせていただきます。はい、というわけで皆様、今日も元気にやってまいりましょう。 まずは、フォッサマグナとは何かということでお話しさせていただきます。事件が起こりましたのは、西の島から北に1015キロほど行ったところにいます。長野県ですね。人口約200万人が暮らす大きな町でございます。この長野県といえば、あのフォッサマグナのある地域でございます。ここで、フォッサマグナって何ですかということですが、これはラテン語で、 大きな溝のことを言います。ちょうどこの赤いところが、ホッサマグナの地域でございまして、大きな溝となっているということで、ここまで動画を見て、はて、こんなところに、溝なんてあったかなってね、思われた方もいらっしゃると思うんですけども、これどういうことかというとですね、このホッサマグナ地域、地面の中を見ると、ご覧のような、古い地層の大きな溝が存在するんですね。で、この、古い地層の大きな溝のことを、 フォッサマグナと言います。その溝の深さなんと6000メーター以上もあるんですね。で、今はこのフォッサマグナなんですけども、新しい地層で埋まっておりまして、一見ここに溝があるかどうかはわからないというような状況になっているわけですね。そして、この新しい地層と古い地層の境界、左手のところですね。 ここがですね、ちょうどフォッサマグナの断層になっていて、名前は糸井川静岡構造線というふうに言います。で、この糸井川静岡構造線から左手が東日本、右手が西日本というふうになっているわけですね。はい。実際に上から見ると、この赤いところがフォッサマグナ地域、そしてこの左手がフォッサマグナの断層で、 フォッサマグナから右手が東日本、左手が西日本という風になっているということですね。で、この糸井川静岡構造線なんですけど、実際にですね、こちら、フォッサマグナの断層、新潟県の糸井川市で見ることができます。ちょうどこの赤線のところが糸井川静岡構造線になっていて、左手が古い地層で西日本、そして右手が新しい地層で東日本という風になっているということですね。そして、皆さん、この 左手の境界ですね、ここ。ここはですね、何かと言いますと、ちょうどここにもですね、この境界に、え、断層があります。え、名前は、柏崎千葉構造線という断層と、柴田小出構造線という二つの断層がですね、え、この、フォッサマグナの左手の境界のところにあるわけですね。 では、このフォッサマグナですね、一体どうやって生まれたのかということですが、諸説あるんですけども、一番有力視されているのが、この観音開き説というものであります。観音開きというのはですね、このパカッと開くドアのことをね、観音開きというわけですけど、なんとね、フォッサマグナはこの観音開きでできたんだということなんですね。詳しく見ていきましょう。 元々え、日本列島というのは、ユーラシア大陸に大昔くっついていたんですけど、ある時を境にですね、パカッと離れまして、なんやかんやって、今の日本列島ができました。で、この日本がですね、大陸からね、ギヤーッと離れる時に、ポキッとね、折れて、観音開きのように開いたということですね。もう一回見ていただきましょう。はい。で、こういう風に離れて、ポキッと折れて、観音開きのように開いてできたのが、 今の東日本と西日本です。そしてこの東日本と西日本の間ね、ここがですね、海になっておりますが、この開いた場所がちょうどえフォッサマグナと呼ばれている場所です。これ地面の中から見るとどうなるかというとですね、もともと日本の東と西は繋がっていたわけですね。 ところがここで観音開きのようにポキッと折れてしまいました。その結果、この日本の東西が引き裂かれてしまったわけです。はい。大地が裂けたわけですね。そうやってできたのが今の大きな溝、フォッサマグナであるということです。 で、このフォッサマグナなんですけども、もちろん溝がね、できておりましたんで、もともと大昔は海になっておりまして、なんとこの時には、深海魚もこのフォッサマグナに暮らしていたということで、すごいですね。で、その後、このフォッサマグナでは噴火が起こったり、さらに陸から砂が運ばれていって、このフォッサマグナの大きな溝は、砂とか火山灰で埋まっていきました。 そしてその上に富士山なんかができたりして、今のような状況になったということでね。このフォッサマグラの誕生というのは非常に壮大なお話であるということで、すごいですね。で、なんとですね、皆さん。そんなフォッサマグラでこの度、え、原油が湧き出したということで、続きはしてみていきたいというふうに思います。まずですね、皆さん、そもそもこのフォッサマグラなんですけどもね、湧き出すものがあるということです。え、大きく2つのものが湧き出しております。 まず一つ目が天然ガス。二つ目が原油であるということで、すごいですね。一つ見ていきましょう。まず天然ガスが湧き出す場所ですが、この長野の中央部にあります、諏訪湖と呼ばれている場所で天然ガスが湧き出す。この湖から天然ガスが出ているということです。 この諏訪湖ですけどもね、いくつかの伝説がありまして、例えば、武田信玄ですね、戦国時代の武将ですけども、なんと、この武田信玄の遺体が諏訪湖に眠っているという伝説もあるようなんですけども、はい。では、この諏訪湖ですね、どうやってできたのかを簡単にご紹介したいと思います。この諏訪湖は糸井川静岡構造線断層がずれ動いてできた湖なんだよということですね。 ちょうどですね、この赤線のところが、フォッサマグナの断層、糸井川静岡構造線断層です。で、ちょうどですね、この糸井川静岡構造線の間にあるのが、この諏訪湖という湖なんですね。どうやって、この湖ができるのかということなんですけど、湖ができるイメージとしてですね、ここに2本の紐があったとしましょう。で、この2本の紐に、両側にですね、ピティッ、ピタッとテープを貼るわけですね。で、 テープを貼った状態で2本の紐をですね、両側から押すとどうなるかというとですね、この紐がですね、パカッと開きますね。で、この開いたところに水が溜まってできたのが諏訪湖なんですよということです。どういうことかというとですね、もともとね、糸魚川静岡高専、こういう風にきれいにね、ピタッと一直線になっていたんですけども、大昔にですね、海のプレートが上から押して、陸のプレートは下から押したんですね。 その結果ですね、この伊東川静岡高度線、両側から押されまして、え、結果、地面がですね、パカッと裂けてしまったと。で、ここに、間にくぼみができて、水が溜まってできたのが今の諏訪湖であるということです。で、え、この諏訪湖からですね、え、なんと今ね、え、ガスが出ているということなんですけど、なんで諏訪湖からですね、ガスが出ているのかということで、これ最新の研究でね、実は判明しているということで、原因は大きく2つあるようですね。 このスワッコの天然ガスの湧き出しですけど、まず一つ目の原因が、微生物がですね、ガスを作っていると。で、そこからガスがでギヤーッと出ていると。または、このスワッコの地下深いところからですね、ブワーッと、このガスが上がってくると。で、そのためにこの天然ガスが、このスワッコでギヤーッと湧き出しているということなんですね。すごいですね。 この、スワコの天然ガスの湧き出しですが、約120年前に判明したものになりまして、まあ、少なくともですね、ずっと前から、えー、この原油じゃないですね、これ天然ガスの湧き出し始めていたということが、えー、判明していたということですね。ちなみに、このスワコの天然ガスですけども、えー、2021年頃までは利用されていたんですが、今残念ながら利用が停止になっているということでね、ございますが、今もですね、今年も、 2024年もですね、この諏訪湖では、天然ガスを湧き出し始めているということでね、ございます。はい、興味深いですね。続いて、フォッサマグナから湧き出たもの、その2、原油だということですね。はい、このフォッサマグナの、えー、この原油の湧き出しですけども、先日、 1847年に、この湧き出し始めたということが判明したということです。この湧き出すきっかけとなったのがですね、なんと、こちら、1847年1月13日に発生いたしました。全高寺地震と呼ばれている長野北部の地震であります。 マグニチュードが7.4の大きな大地震でございました。能登半島地震と同じぐらいの規模の大地震でございますけども、この大地震の後に、原油と天然ガスがどうやら長野で湧き出したということが判明したということですね。 こちらがですね、実際にこの記録が残っておりまして、え、この原油がですね、湧き出す様子が描かれた絵になっておりますけどもね、これちょっとわかりづらいんで、この辺り拡大したのが、え、こちらになりますけど、よく見るとですね、皆さんこの絵、火がね、この辺り上がっているのがわかると思います。で、これは湧き出した原油とか天然ガスがね、燃えているという絵なんですね。すごいですね。さらにそれだけではありません。 この左手にですね、ご注目していただくとですね、お風呂入ってるのわかると思うんですけど、この方はですね、湧き出した原因を使って火を起こしてお風呂に入っているということなんですね。はい。ということで、昔の人がですね、こうやって原因を使っていると生活しているんだということが描かれた大変興味深い絵になるんですけども、はい。で、このですね、原因の湧き出しですね、大地震の後に原因が湧き出したということなんですけど、 どうして地震の後に原油が湧き出したのかということですが、それはつまり、地面がずれ動いたからだというふうに考えられますね。はい。この、え、長野を起こった大地震は、大陸プレートにある地面の割れ目、断層がですね、ぶわっとずれ動いたと。で、その結果、え、大地震が発生したということで、ちょうどですね、この1847年の全高地震、ずれ動いた断層が、え、こちら、 え、長野盆地、え、青円断層と呼ばれてね、大きな断層がありますが、この断層がずれ動いて大地震が発生したというものになります。で、この大地震によってですね、どうやらこの原油の地下に地面がずれ動いて、通路ができてしまったようです。で、その結果ですね、この原油がギヤ、グヤーと湧き出したんだということですね。地震が原因で湧き出したということです。興味深いですね。はい。ということでね、このフォッサマグナというのは、 天然ガスとか原油ができる場所なんですよということでね。はい。ここまで動画を見てですね。へっ原油が湧き出したのって180年前かよ最近じゃないじゃんってね、思われたそこの奥さん。ちょっと待ってくださいよ確かにね、これあの人間にとってはこの180年前というのはですね、大昔になるんですけども、これ、 地球にとってはですね、つい最近の出来事なんですよということですね。なぜならこの地球というのは46億歳であるということで、この46億歳の中の160年なんていうのはですね、もう昨日みたいな話なんですね。ということで、この原因の巻き出しというのは、まあ、つい最近の出来事といっても過言ではないということですね。はい。まあこれはちょっと置いといてですね、まあこっからがですね、超重要になってくるわけです。 はい。今日ここまでですね、原油、天然ガスの湧き出しについてご紹介していただきましたけども、まだね、一番大事な謎が解けていないではありませんかその謎とは何かそれはずわり、このフォッサマグナ、どうして原油とか天然ガスそもそもできるんですかということなんですよ。湧き出すということで。はい。ということで続きまして、このフォッサマグナで、 天然ガスや原油ができる理由ということで見ていきたいというふうに思います。はい。まず結論から言うと、これ大きく二つの理由があるからです。まず一つ目が、昔海だったからだということと、地層が折れ曲がっている、この二つがですね、ちょうど重なることによって、このフォッサマグナでは、原油が作られているんだということなんですね。では一つ見ていきましょう。 まずは昔海だったということでね、このフォッサマグナはですね、深海が住めるほどの、まあ、深い海がもともと作られておったわけですね。で、この深い海でどうやって原油が作られるのかというとですね、まずはこの深い海で生物の死骸が溜まっていきました。さらにその上に土が被さると生物の死骸は地熱で温められてえ化石になっていきます。 さらにですね、この化石は地熱で温められて熟成してまいります。結果できるのが、えー、この原油ですね。はい。で、これが条件その1です。で、もう一つの条件が重要です。地層が折れ曲がっているからなんだということです。まずイメージしていただきたいことがあります。それは、このコップとペラペラのですね、お皿ですね。皆さん、この2つのうち、水を溜めやすいのはどっちだと思いますかはーい。 それはもちろんですね、このえコップですよね。 ペラッペラのこのお皿は、全くね、水を溜めるどころかね、まあ、あの、こぼれてしまうということが起こるわけですけど、これとね、全く一緒のことが石油、原油でも起こるんだよということです。まず作られた原油というのはね、こういったね、原油の粒みたいなものがね、え作られていくわけです。で、この原油なんですけどね、軽いんで、上にですね、ギヤーッとえ、上に上がるという性質があるわけです。で、ここでね、もし、地層が曲がっていればどうなるでしょうかということです。 で、これはですね、もちろん、コップのね、受け皿のようになっていになっていくので、このようにですね、石油がね、集まっていくことができる。つすなわち、石油がここに溜まるわけです。ところがですよ、皆さん、ここで、まっすぐな地層だったらどうでしょうかと。これはち、この、えー、溜まりませんので、この原油がどっかに行ってしまうわけですよ。原油がどっかに行ってしまうということは、これ石油が集まらない、溜まらないということになるわけです。 で、実はですね、皆さん、このフォッサマグナの北側というのは、地層が曲がった土地なんですよ。そのために、原油とか天然ガスが取れるんですよ、ということです。どうしてフォッサマグナの北側が曲がっているとわかるのかそれはズバリ、日本アルプスがあるからです。日本アルプスとは何かというと、中部地方の山脈の総称のことを言います。例えば、このちょうどですね、北アルプス、中央アルプス、南アルプスというね、まあ、山脈がね、 この辺り日本の中部にあるわけですけども、実はこの日本アルプスという山脈は地層が折れ曲がってできたものなんですね。どうやって地層が折れ曲がったのかと言いますと、大昔約800万年前のこれ日本だと思ってください。この日本の周りには太平洋プレート、フィリピン海プレートの2枚の海洋プレートが沈み込む環境なんですけども、大昔のですね、このフィリピン海プレート、太平洋プレートというのは いうのは、おおよそ北側にえ、まあ、沈み込んでいたんですけどもえ、この300万年ほど前にですね、ちょうど、えこの沈み込む向きが西側に変化いたしました。で、このプレートの向きがですね、西寄りに変化することによって、大陸プレートが強く横に押されるようになってしまったということですね。この大陸プレートがですね、横からギヤーと、 押されていったということです。その結果ですね、くしゃーっとシワができるように地層が大きく折れ曲がってしまった。そうやってできたのが今の日本アルプスであるということです。ということで、そのようにしてシワになって折れ曲がってできたのが北アルプス、中アルプス、南アルプスということで。すなわちこれ日本アルプスがあるところというのは地層が折れ曲がっているということが言えるということですね。ということで、このフォッサマグナの北側というのはですね、 昔海で石油や天然ガスができる地域だったということに加えて、日本アルプスということで地層が折れ曲がっている地域であるということで、この、この北側ですね、原油とか天然ガスが溜まる地域なんだということになるわけであります。興味深いですね。で、このフォッサマグナ地域ですけどもね、 えー、もし今後ね、さらに地震などが起きてくれば、また原油がですね、過去の同じように湧き出す可能性もあるんじゃないかということでありましてですね、皆さん。今後もこの国内で原油の湧き出し情報が入りましたら、すぐにお届けいたしますので、情報を見逃しなく、チャンネル登録よろしくお願いします。で、今日一番言いたかったこれ、何かと言いますと、今日は フォッサマグナのですね、え、原油についてね、ご紹介しました。このフォッサマグナというのは、天然ガス、そして大地震の後に、え、原油が湧き出したというですね、まあ、とんでもないことが起こっていたわけですけど、どうして、え、フォッサマグナ、まず天然ガスが、原油が湧き出すのかということで、この諏訪湖の場合は微生物と地下深いところからやってくるということですね。 はい。で、どうしてね、そもそも、えこのフォッサマグナ地域ですけどえ、原油とか天然ガスが作られるのかというと、昔ね、海だったわけです。深海魚が住めるような、えー、海だったわけですけど、この海の時に生物の死骸が熟成されて、えー、この原油が作られたと。で、もう一つの条件が、この地域は地層が曲がっているんだと。地層が曲がっているおかげで、石油が集まっていくんですよということですね。で、 えー、そのために、このフォッサマグナ地域は、原油が取れる地域であると。で、もし将来フォッサマグナで地震が起こったらですね、また原油が湧き出す可能性もあるんじゃないかということでね、また湧き出し情報入ったらお届けいたしますということでございました。では今日の問題でございます。フォッサマグナで原油ができる意外な理由とは何でしょうか海だったから巨大地震が起きたから、ダンゴムシが暮らしていたから、 宇宙の場はさっとうしようかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください正解した方にはハートマークをつけたいと思いますはい以上が今日の放送内容になります最後までご視聴できましてありがとうございましたこれからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますのでぜひともチャンネルと高評価よろしくお願いします7月20日のメンバー限定講義は地震の規模とマグニチュード何が違うかということを観察しさせていただきますメンバーの収益の千葉被災地に寄付されます メンバーの、メンバーのメンスはいつも本当にありがとうございます。c t v c b シーデティビューフィグチューイーチューッピュビーシーイディシーイィシーイディシーィーイディーィーイィーイィーイィーィイーィイイイイ